道重さゆみです。田中玲奈です。私たちはロッキーメンバーで、私は2014年11月26日にモーニング娘。を卒業したので約12年間在籍していました。私は2013年の5月21日に卒業してモーニング娘。に約10年間いました。ということで、今回の私たちが選んだキーワードはもちろんロッキーです。はい、ということで、まあ、ロッキーっていうものをね、選んだんですけど、はい、ロッキーっていうものをねというキーワードをね、ちょうどよかったね、よかったね、残っとってキーワード。そうだね、ロがね、ほんとね、使わないでくれてありがとうございます。ありがとうございます。いやでも、まあ、ロッキーは、まあ、藤本美貴さんと、あと亀入ちゃんと、私たち、レナと私の4人が、まあ、ロッキーメンバーっていうことだったんだけど、まあ、合宿に参加したのはそのエリとレナと私で、でその合宿がさ終わって、なんかさ、まだオーディション中にさ、私たちはまだ受かるか受からないかわからない時に、藤本美貴加入みたいな新聞にドドーンみたいな。で私的にはオーディションのなんかその履歴書みたいなところに好きなその芸能人みたいな書くのがあって、オーディションの時にモーニング娘。と藤本美貴さんって書いてたの。あ、そうって好きやったった。だから、もし自分がこのままモーニング娘。に合格できたら、そこに書いてた、そのアーティスト全員と活動できるっていうので、めっちゃテンション上がって嬉しいみたいな、って思ってたんだけど、なんかレイナにその時オーディション中に会った時に、なんかこうロッキーが物足りんかったっけ、その3人が合宿やったとかの忘れたけど、なんかそのとにかくオーディションのその3人が物足りんやったっけ、その藤本さんを入れるってことにしたんじゃないかみたいなことを言って、覚えちゃう。その時に、あ、なるほど、そういう考え方もあるんやと思って、そこからちょっと焦り出したっていうか、やばいと思って。そう。レナは逆に、でもネガティブやけん、基本ね。意外よね。そう、この感じでネガティブ。思ってないよね。意外とネガティブやけん、レナ。話題性を作るために、やっぱ藤本さんを入れて、で、藤本さんが入ると、もともともうだって藤本美貴っていう名前でもソロでデビューしとって、ファンもおるわけやんか。ね、紅白も出て。そう、で、ロッキーで入った時に、もちろん一般人の3人なんてかすむに決まっとうやんみたいな気持ち。あー、なるほどね、あー、なるほど。もし3人が入れた時にね、藤本さん揃って4人になるけど、絶対に藤本さんだけ特別扱いされるし、まあ、っていうのが最初からあって、そう、なんかもうあらーみたいな、マジかーってなった。じゃあレイナはあれだね、もう入った先のことまで見越してそういうことも想像してたんだね。そうかもね、もし入れてもかすむなみたいな。でもなんかその当時は分からなかったけどさ、客観的に見るとさ、やっぱロッキーってさ濃いよね。そう、なんか本当にキャラクターがすごい、なんかロッキーってそれぞれ4人あったなっていうのは今でもすごい思うかも、ね、なんか分かりやすかったのかな、見た目とかもなんか被っちゃう人がおらんっていうか。そうしかもいい感じでさ、サイはさ、なんかもうさ、本当は考えとったのかもしれんし、考えてないから当時の際は分からんけど、なんかもうホケーっとした、なんかもうホケなんかもうボケやなくてホケーってした。あー、モーニング娘。入っちゃったみたいな。もうその感じだった。本当に入った当時はやろ、ただ好きやだし、ただ嬉しかったもん。で、エリはエリで入った、ちゃんとしなきゃ、もう真面目、ザ王道真面目アイドルみたいな。で、レイナはレイナでいろいろ考えとったっちゃけど、世間的には上モーニング娘。入ってイエーイみたいな、なんかそんな感じやん、キャラ的に。ちょっとね、ヤンキーっぽい雰囲気あったもんね。イケイケガンガンみたいなさ、感じやん。確かに見た目は違ったっちゃけどね、ほんとでもそういうね、キャラがちゃんと権利分けられたけん、なんかその、キャラが薄いよとか言われることは全くなかったしね。そこで怒られたことはなかったね、他の面ではいっぱいあったけどね。めっちゃあった。私のロッキーのイメージっていうのは、今イメージと違うけど、私の時代、私の時代も2人の曲やん。そうでこの前15周年のイベントで歌ったけど、まあ、なんかあれさ、そろそろ行くよ私の時代ってさ、結構経ったロッキーが歌うって、なんかさ、感慨深くない？感慨深い。いっぱいさ、新メンバーで帰ってきて、後輩できて、なんか2人だけになった期間ってあんま多くないんや、そんなに。でもみんな先輩が卒業したりとかして、本当に上2人になった時にその歌ができて、ちょっと嬉しくなかった？めっちゃ嬉しかった、ね、歌詞がさ、しかも本当になんかその
ロッキーの時代って感じだったじゃん、うん、その若い子になんて負けないとか、そうそうそう、なんかそんなのすっごい身に染みて、そうなんかやっぱつんくさんすごいって思ったもんね。いい感じだよね、うん、見せ場ありがとうございますって感じで、他にはまあでもロッキーとしては、うん、まあ、そのキャラが濃いっていう中でそのもらったものだし嬉しかったのは、うん、ロッキー MC、あーそう、うん、コンサートのなんか MC コーナーで、うん、なんかいろんなこう人たちが喋るとかじゃなくて、うん、6期の3人だけが出て MC をする、うん、で亀入ちゃんが卒業した後は6期 MC なくなるかなと思ったら2人で、うんね、継続させてもらえた時は超嬉しかった、うん、そう嬉しかった。この前もやったしね、イベントで。あ、そう、今6期メンバー15周年なので、うん、おめでとう、おめでとう、ありがとう、ありがとうそうなんですよ、まあ、それが私はなんか印象深いかな、ロッキーといえばみたいなところはあります。そうだね、うん、ロッキー最強イエイえ、まとまったと思ってる、ロッキー MC でーす。私が一番可愛いとかテレビで言いやがってさ本当になんで怒ってんの、いつも思うわけ。いやいや、レナの方が可愛いやろって心の中で。タメたち、正直いい勝負だと思うんだよね。いやまあ、分かれるよね、うん、きっぱりタイプが。そうだね、うん、よかったよね、きっぱりタイプが分かれる方で。確かに似たような感じだったそれこそ、って思ってたと思うということで、今回私たちが選んだキーワードはロッキーでした。次回は誰が登場するんでしょうか、お楽しみに。以上、道重さゆみと田中玲奈でした。バイバーイ、 バイバーイ。大人ぶった下手なメイクじゃ心隠せない、大嫌い大嫌い大嫌い大好き。